米大リーグドジャース5月1日ブレーブス、1日米カリフォルニア州ロサンゼルスドジャースタジアム。ドジャース、大谷翔平投手29第5日、日本時間6日、本拠地ブレーブス戦に2番 DH で先発出場。土軍移籍後初の1試合2発で、エンゼルス時代から4年連続2桁本塁打に到達し、本塁打大争いでも両リーグトップに並んだ。 0対0の初回無視一塁、1ボール2ストライクからフリードの5球目、74.6マイル、約120キロ、ノーカーブを捉え、バックスクリーンへ急号先制ツーラン。打球速度104.3マイル、約168キロ、飛距離412フィート、約125.5メートル、打球角度31度。一塁を回ったところで力強く右拳を握った。 3点リードの8回戦闘では2番手サワン、ミンターの初球93、8マイル、約151キロ、直球をバックスクリーン左へ1号ソロとした。打球速度1 1六6マイル、約178キロ、打球角度26度。飛距離464フィート、約141メートル、は今季最長、自身3番目の特大弾だった。 衝撃の一発にはロバーツ監督も驚くばかりだった。左打者がセンターのあの深いところまで飛ばしたことを見たことあるか、と聞かれ、いや、ない。彼は我々がまだ見たことがないことをやり続けている。左打者だろうが右打者だろうが、ナイターだろうがデーゲームだろうが、人はあんな深いところまで打球を飛ばさない。しかも今日の風はレフトからライトに吹いて、左中間方向の打球を。 押し返し返ていたのににそそれでもあそこに叩き込んだ彼の打席でのクオリティを見ただろう彼はフィールドのすべてを使ってプレーしているし選球眼もいいだからこれからも深いところに飛ばしていくだろうと感嘆していた。